天気予報をお伝えします。大阪府内、またこの時間、雨の強まっているところがあります。奈良県大和高田市には大雨警報が発表されていますよ。土日のポイント、お天気ライオンちゃんです。はい土日も天気の急変、くれぐれも気をつけてください。明日の予想天気図からご覧ください。 近畿の周りには低気圧はないんですが太平洋高気圧の中心は東に離れているんですねその縁を回り込む暖かく湿った空気の流れ込みが続くということと上空空高いところには強い寒気が居座ります雷雲が発達するきっかけと材料が揃ってしまうんですね明日朝からの天気の移り変わりです 午前中、大体のところは晴れるんですが、お昼を過ぎてからは要注意です。あちらこちらで雨が降りまして、激しい雨や雷雨のところがあるでしょう。土日の各地の天気です。 明日土曜日そして日曜日も天気の急変雷雨には注意をしてください都市部でも突然の雷雨が発生する危険がありまして大阪府内大雨警報が発表される可能性がありますさて昨日今日と発生しました台風9号と10号近畿への直接の影響はほとんどないと見ているんですが週明け9号に関しては沖縄県に10号に関しては東北北海道に接近する恐れがあるんですね 交通や物流の影響ちょっと気になるところです。週間予報です。はい、来週月火と晴れる見込みですで。大阪は熱帯夜がまだまだ続きそうなんですね。各地の最高気温の予想を見てみますと。 京都など内陸の都市部、来週中頃にかけては、三十五度以上の日が続くでしょう。台風の間接的な影響で、晴れる日がまだまだ続くと、もっともっとこう猛暑の日が続いてしまいそうなんですね。猛暑の延長線、九月に入っても、突入する続く可能性があります。まだまだ熱中症対策、万全になさってください。最後に、洗濯情報です。午前中、晴れるので、丸の予想にはしているんですが。 台風の恐れがあります。午後はすぐ取り込めるように注意をお願いします。以上、天気予報をお伝えしました。はい、土日雷雨には注意をして夏休み。最後の週末楽しんでください。